ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14粒子戦争編第9回配信を撮っていきたいと思います。さて、本日はちょっとミニオンの方、新しい子を出していこうかな。カッパかモルフォかブタか、カッパでいくか。あ、説明文の忘れちゃった。まあ、カッパッパミニオンリスト、カッパッパ、カッパ、カッパである。孫をことなきカッパである。魔法人形ではないところを見ると、これは古代魔法カッパーによって姿を変えられた人なので、人である可能性が高い。しかし彼もしくは彼女は何者なのか分かっていない。カッパッパー、なるほど。ではカッパさん、カッパッパさん出していこう。なるほど、こんな感じの撫でる、餌をあげる、食べる、見上げてくるなるほど、可愛いですね。なんかお皿がふよふよしてるけどよし、じゃあ今日はこのカッパッパさんと一緒に頑張っていきたいと思う。というわけで、現在ホルター伯爵邸の前におりますが、ですね、入った瞬間にムービーが始まることを懸念してここから撮り始めておりますが、うん、特に入った瞬間にはなかった。じゃあタタルさん、話を。事の次第はホルダー伯爵から聞きました。コートに舞い降りた白いドラゴン見てみたかったです。うん、じゃあルフィの、リゾーブギルが現れた時には本当に驚かされたよ。よかった、まだいてくれたか。渡したいものがあったのだ。一角獣、フォルタン家の紋章を記した騎士盾だ。我が一族からの友情と信頼の証として受け取ってもらいたくてね。ここだけの話だが、父上は近く引退なさる。先の一件、教皇陛下を排除したことがアイメリク教と我らフォルタン家による事実上のクーデターではないかという批判もあってな。そうした輩に対し、政治権力から身を引くことで私欲を捨て祖国のために協力せよと説くおつもりなのだ。ゼーメル家やデュランデル家を説得するためにそこまでなさるというのですか。何度もとどまるよう説得したのだが、父上の決意は固い。私は幼き頃よりいつかはフォルタンの家名を継ぐものと信じてきた。だがそれが現実となるとおじけづきそうな自分を見つけた。イシュガルド建国神話の根底が揺らいだ今、我ら貴族が貴族という立場にある理由も揺らいでいる。では私が爵位を継ぐことに何の意味がある。なんと答える。民と友のために戦うため、答えない。まあでもね、リーダーがおった方が団体はまとまるんですよね。だとまあ戦うためにも、まとめるためにも、これかな。
そうだな。君の言う通り、あの男の言葉を信じるだけだ。良い騎士とは、民と友のために戦うもの、と。だからこそ、我が一族の盟友たる君に、その盾を持っていてほしいのだ。いつか私が道を誤った時、あいつの代わりに私を正してほしい。一角獣の盾を掲げる友としてな。やるぞ、エマネラン。父上の志を受け継ぎ、アイメリク教を支え、何としてもコート・イシュガルドを守るのだ。の足りん集め。では私はこれにて失礼させてもらおう。それぞれがそれぞれの胸の内に新たな決意を秘め、ゆっくりと歩き出していた。踏み出した先に何があるのかを知らず、それでも進まねばならない。歩む先にあるのは光か闇か、その境界を作るのもまた自分なのだから。この時、皆がそう感じていたのだった。フォルタン伯爵の回顧録、蒼天のイシュガルド第2章、光と闇の境界より抜粋。お、ここでコンプリート。どうしようか。アクセサリー、レンジャー、ヒーラー、キャスター、レンジャーかな。コンプリート。ギテン、ゲルンの託戦、これが真の創世を綴ったものであると。そうだ、今なら理解できよう、星の運命とそのあるべき姿がな。目覚めの道にある三頭身、帝国が血眼で欲するあの力をもってしてさえ、この運命は変えられはしないのだよ。伝令は何だって？手紙はちゃんと渡してくれたってさ。それから鉄仮面の部隊が動くって、ついに帝国とぶつかるつもりだよ。いよいよか、想像しくなるぞ。望むところだね。いいだ、熱くなりすぎるな。僕らには待ってくれている人がいるんだから。分かってるって。でもその前に恩は返さないとね。
アチーブメントアンロック光と闇の境界ここでというわけで報告かな。じゃあタタロさんに話しかける前に、アルフィノ君、イシュガルドの情勢も気になるところだが、暁の行方不明者の捜索も進めたいんだ。何か新たな手がかりはないだろうか。タタロさん、レベル60クエスト、お、この姿。フラミンさん、宴会からの知らせ、イシュガルドのタタルは伝えたいことがあるようだ。シャンメイさん、アルフィノ様、あの、私から大事なご報告があります。実は先頃ラザハンへと逃げ延びていたフラミンさんたちと連絡がついたのです。それは本当かい？彼女たちは無事なのか？皆さんどうにかご無事とのことで一安心です。暁の嫌疑が晴れたことをお伝えするとすぐに戻るとおっしゃってました。今頃はもうフラミンさんたちを乗せた船がディムサノミンサの近海まで来ているはずです。ああ、そんなに近くまで。ああ、また仲間が戻ってくるんだな。よう、ちょうど揃ってるな。サンクレットにクルルさん、二人して何かあったのかい？これから俺とクルルさんでちょっとした調査に出ることになってな。アルフィノ様たちには一言かけておこうと思ったんだ。実はね、ミーフィアの行方について手がかりを得られるかもしれないの。シャーメイさん、最後の同行者だったあなたの証言によると彼女はハイデリンの声がと言って去ったのよね。そこから導き出される可能性をいろいろ考えたのだけれど、ミーフィアに対してハイデリンが何か直接的な干渉をしたのではないかしら。今はまだ憶測の息を出ない話よ。だけどハイデリンほどの大きな力が干渉したとしたら、周囲に何かしらの影響を残すはず。たとえわずかな痕跡だったとしても、過去にハイデリンによる干渉があった場所のデータを集めて失踪の現場と比較すれば干渉の有無がわかると思うの。ミーフィリアが本人の意思で消えたのか、ハイデリンに導かれて消えたのか、知っておくべき事実じゃない？俺にとっては苦い記憶だが、以前魔道城の最奥でアルテマウェポンと戦った時、お前はハイデリンの加護を受けたそうだな。それこそがクルルさんの言う干渉の実例らしい。だから俺たちは魔道城跡地に潜入して調査をしてくる。そんな、たった二人で？なあに、潜入は少人数の方が簡単さ。心配せずとも、クルルさんは俺が必ず守る。偶然聞こえたんだが、フラミンさんたちが帰ってくるんだろ？シャンメイはそっちをエスコートしてやってくれ。くれぐれも手厚く頼む。そこまで言うのなら、二人を信じて引き止めるのはよそう。ただ、十分に気をつけてくれ。ミーフィリアについてはまだわからないことが多いが、ここに来て地道な捜索が実を結んできたようだね。私とタタルは石の家で出迎えの準備をしておこう。君はラザハンからの船が着くディムサロミンサまでフラミンさんたちを迎えに行ってくれないか？ありがとう。よろしく頼んだよ。それでは後ほど石の家で合流だ。そうか、久しぶりにリムサに用事だね。どうしようかな、ギムサ行ったついでにね、ガンブレーじゃない、貴公子だったかな、どっちだったかな、あれのクエスト進めてこようかなって気にはなってる。
いや、とりあえずリムサロミンサにワープですかね。じゃあリムさんのついでにあのね、ボードの暗号地図もやっとかないと、ちょっとなんか忘れそうなことばっかりですけど、ではリムサロミン様でワープです。さてリムサロミン様でやってまいりました。久々に錬金術師になっておりますね。こちらリムサロミンさんの溺れたイルカテバデロンさんに話していきましょう。だいぶ前に受けたクエストの続きですね。よ、いらっしゃい。なんだ、まるで俺に見せたいものがあるって感じの顔だな。暗号地図ですね、渡す。ほう、錬金術を使う犯罪者どもの暗号解読か。確かに錬金術師はやたらと隠語や暗号を使いたがる。だが俺の見たとこじゃこいつはそもそも暗号文じゃないの。暗号文にあるはずの規則性が全くない。俺が犯人ならこういうそれっぽい記号は偽装に使うね。暗号はデタラメで真の伝達事項はあぶり出しで書くとかな。暗号じゃない以上俺の出番はここまでだ。依頼主にそう伝えとくといいぜ。戻る感じかな。レブナストールですね。じゃあこれはまた後回しかな、レブナストールのクエストは。というわけで、メインクエストの船着き場ワープです。さて移動してまいりました、船着き場の方ですね。でもこの世界船着き場2箇所あるんで、最初違う方に行っておりましたが、こちらの破術師ギルド付近ですかね。じゃあクルツネさんに話をちょっとしていこうか。ジェリーフィッシュさん、本当にお久しぶりです。このクルツネとホーリーボルダーフラミンさんを連れ、ただいま無事に帰還いたしました。ホーリーボルダーの久しぶり。おおジェリーフィッシュさん、こうしてまた生きてお会いできる日が来るとは。ありがとう。じゃあフラミンさんに話をしておこう。相変わらずお美しい。ああシャメイさん、本当に無事だったのね。よかった、本当によかった。遠い異国の地からずっと心配していたのよ。あの日私たちはタタルさんと共にここリムサロミンサで買い出しをしている最中にクリサルブレイブの襲撃を受けました。タタルさんを逃がした後、どうにか追っ手を巻いてラザハン行きの船に乗り込んだのです。以来かの地で身を潜めながら、いつか再起の時が必ず来ると信じ鍛錬を続けていましたぞ。ラザハンは遠い海の彼方、なかなか連絡を取ることができなくて心配をかけてしまったようね。ごめんなさい。それで他のみんなも無事元気なの。あの子はミーフィディアはどうしているかしら。まだそんな、ずっと行方不明だなんて。わかったわ。今はただあの子の無事を祈りましょう。他ならぬあなたたちが全力で探してくれているんだもの。この瞬間だってサンクレットさんたちがあの子の手がかりを求めて頑張ってくれているのよね。彼はずっと昔からアシリアを、ミーフィリアを大事にしてくれた人だから、彼を信じて私は私のするべきことをする。ええ、我々もです。クリスタルブレイブの件は遺憾でしたが、暁の掲げた理想への道が閉ざされたとは思っていません。我らは今この時より再び暁を赤く焼く、燃やす炎として力を尽くしましょう。それじゃあ早速帰りましょう。私たちの家、石の家に。
厄介払いお疲れ様。おかげでこっちも認証がパスできそうよ。それなら先を急ごう。即席の変装じゃそう何度もやり過ごせないからな。サンクレットさん、あなたが手を貸してくれて本当に助かるわ。前から噂は聞いていたけど、正直別人を見ている気分よ。こんなにも頼もしいのは例のサバイバル生活の賜物かしら。それともミンフィリアを強く思っているから？今する話じゃないと思うが。いいえ、意思の確認は大切よ。ここから先はもっと危険な場所なんだから。後で侵入したことを後悔されても困ってしまうし。さすがはアルフィノ様の先輩、とんだくせ者だよ。確かにミンフィリアは何にも代えがたい大事な人だ。だがおそらく君が想像しているような関係じゃない。15年前、俺の油断と甘さがミンフィリアの父親の命を奪った。だから最初は贖罪のつもりで助けてやろうと思ったんだ。けれども成長した彼女が自らの力を他人のために使おうとしている姿を見て、純粋に協力したいと思うようになった。ミンフィリアに心を動かされたのは俺だけじゃない。俺の恩師であるルイゾアのじいさんや暁の仲間たちも彼女に未来をかけていた。それもあってかな、ミンフィリアは俺にとって一番尊い希望になっていたんだ。彼女の目指す夢だけは何としても叶えてやりたい。なるほど、あの子はとても大事に思われているのね。試すようなことを言ってごめんなさい。構わないさ。しかし君の方こそどうなんだ。ただの協力者にしては危ない橋を渡っていると思うが。あら、知らなかった？私とミンフィリアって大の親友なのよ。バル島が襲撃され私が眠り続けていた時、彼女は何度も本部と連絡を取って身を案じてくれていた。だから今度は私の番。彼女を探すためならどんな危険もへっちゃらよ。では行こう。ハイデリンの干渉の痕跡について調べればきっとミンフィリアの手がかりにたどり着くさ。さて、というわけで続きはデブナツトールかな。石の家で報告で良いですな。ですが、せっかく今リムサに来ておりますので、次回、リムサロビンサのまずブーンズレイクあたりかな。なんか各種クエスト、ジョブクエの方がだいぶ持ったままでいましたので、そちらの方をちょっと進めておきたいかなと思います。では第9回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。